ようこそ我が家へ。出た、ようこそ我が家へ。本邦初公開ということで、ここは私たち意外と古風な、そうっすね、和室っすね。どうなってるの、どうなってるの、おかしいじゃないですか。いいっすよね。いえいえ、今日はトラビスジャパンに差し入れをするって言って手前、山田がカレー作るっていう日。俺が作る日なんですね。で、俺が餃子作るっていう日。じゃあ俺は基本的にはない。なんかないでしょ。なんかしないと久々のとか、飛び飛びになっちゃってるの、出演が。いや、まあ、ほんとそうだよ、マジで。でも、あれじゃない？カレー作るんだったら、せっかくだったら、フーマは豪語してるじゃないですか。俺のカレーは。いや、確かに美味しかったし。あれ食べさせたいですけどね。僕、普通市販のカレーしか作れないんで。俺は、そんな、みだりに誰にでも食べさせたいと思ってるんです。うまい。やっぱいいじゃん、食べさせてあげなよ。頑張ってるんだよ。いや、そんな簡単に食べさせられない。へぇー、サイズもきっとすね。じゃあ作ってこう、みんなで作りましょう。二宮くんが、あ、わかった。二宮くんが僕のレシピ見てたじゃないですか。見てた。二宮くんがそれをこう覚えてるかチェックでそのまま作ってみてる。おぉ、え、いいよ、全然。けど、餃子とかも作ってよ、ちゃんと。料理作れるんすか。これ作れる。料理するイメージないっすけどな。え、でも俺餃子とかめっちゃうまいよ。マジっすか。うん、マジで。料理する気ないじゃないですか。ね、そんなことないよ。山田くんじゃないや、二宮くんやりましょうよ。やってくださいよ、教えたじゃないですか。え、どうしますね、皆さん。どっちがどっちでもいいよ。これ作ろうか、カレー。全然作るけど。じゃあ、風魔直伝の、そういうことですよ。カレーをニノさんが作る。モザイクは入れますよ、でも。やっぱり。また入れんで。いや、それそうっす。いいじゃん、別に。いや、でもさ、水飴もなかったら作れないんじゃない？水飴なんか使ってないですけど。だから、俺が作るって言っちゃうことになっちゃう。ちょっと、隠します。隠します。何作んの？え、餃子っすね。まあ、じゃあ山田餃子作っても。山餃ね、山餃。今日時間ないから。そう、時間ないんすよね。山田餃子ね。山田餃子、まあ、それでもね。じゃあもう行きましょう、二宮くん。いや、できちゃった。いや、これそもそもみたいなこと言っていいっすか。うん、届けられるんですか。何が。いや、何がじゃなくて、そのカレー作るのはいいっすけど、ロスに届かないでしょ、アメリカに。うん、届かないよ。これ何のために作ってるんですか、これ。え、届かないよって意味ないじゃないですか。これトラビスジャパンのお祝いだよ。いや、だから届かない。全米9位で、全米9位。それはすごいよ。あいつらが欲しいって言ってるから、日本の料理って言ってないですよね、しかもそれも。え、言ってんの、言ってんの、言ってたよな。え、その飯欲しいと言ってたんだけど、うん、だからうちを送ってやるよって言ったんだけど、送れないんだって。え、じゃあダメじゃないですか、やめましょうって言って。でも食って、まあなんか捧げる。捧げる。いや、でももうそれやんないと、さすがに。すげえ力技じゃないですか。そうだったね。あやかりすぎてません？なんかトラビスジャパンに最近。トラビスジャパンすごいんだよ、マジで。実際すごいですけど、そのあやかりすぎてません？あやかってないよな、応援してんだよな。この玉ねぎないですか、おすそ分けすか、餃子の。少々なんかいっぱいあるから。え、いる。え、本当に作ったことあるんですか。あるある、全然ある。餃子なんか玉ねぎ入れないし。ニラとかはないの。え、ニラはあるでしょ。ないっすよ。え、あるあったあったあった、あるある、絶対あるよ。ないわけねえだろ。もうなんだ。どうした、コロナ明けの風魔。ちょっと寂しかったんだって。寂しかった、久々だもんね、風魔は。ちょっと楽しくて。よかったよかった、それは。元気になったならよかった
本当に元気だったの？元気っすね。向こうでやりますね。いやいや、そうすると取りにくいですから、ここでやりましょう。ほら、あるの？狭いとこで。え？切れないんだよ。切れてる。切れないって言って切れてる。だから今日はみんなでカレーと餃子を作って、いや、カレーと餃子はいいんですけど、届かないんでしょ？ トラビスジャパンの代わりに。あ、でもすごい、そう、手さばきがやっぱ天皇の料理番でやっぱ鍛えられてますか？そこら辺ラストレシピね。ラストレシピね。え、キモ全巻いたでしょ。あ、ねえ、それ横着しないでくださいだから、それ、ほら。いや、大丈夫。IH だとそれできないんですよ。ヘラ使わないと。いや、じゃあ、お玉じゃないです。ヘラ。こっちか。あっ。おー、大丈夫ですか、ほんと。あー、向こうもガシャガシャ言ってるけども。ん？いや、結局食うの俺らだから。そう。切り方おかしくないですか？え？え、この中に入れるからさ。違う、その、なんかその、手つきというか、猫の手みたいなのやんないんですか？やっぱ山田くんまで行くと今日さ、長いじゃん。はい。あ、匂いつきたくない。そう、わかる。さすがっすね。え、ドルアイっすね、やっぱ。ドルアイっすね。なんか喋ってる、怖い。え、なに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 、カンニングしてるんすけど。はい。違う、思い出振り返ってんの。思い出振り返んないでください。ダメよ、ニノさん。ダメっすよ、マジで。うるさいなぁ。カレーも作れないんすか？いや、カレーは作れる、さすがに。だって、だからこれ入れてない、まだ入れてる？でも入れてないじゃないですか。でも甘口がない、あった、甘口。目が痛い。今日叫ぶな。今日ぐっしゃぐしゃ、もう。俺が帰ってきて喜んでんだ、みんな。どうしたの？あんなに叫んでない。目が痛い。おぉ、エスタっけかな。おぉ、エスタっぽいんだよ。いやだ、言うなて。あと水飴っすね。いや、水飴じゃないんですよ、しかもあれ。だから言わなくていいですから。え、キャベツ入れないの？キャベツ入れるっすよ。みじん切りにしてるんです。玉ねぎなんて入れないっすか？あの、ネギ。え、玉ねぎなんて入れなくないっすか、餃子に。玉ねぎ入れないよね。餃子入れないっすよ。え、でも作ってみよう。ほんと？入れないっす。聞いたことないっす。マジか。入れる人もいるかもしれないですけどね、一般的には入れないっす。嘘、じゃあいらない。あ、入れてみようか。美味しいよ、絶対。ずっと今無駄な工程してます。これ山田くんあと2日ぐらいかかりそうっす、餃子作るのに。これ違うのか。だから見ないでください。カンニングしないでください。何ですか？カンニングしないでください。してません。いやいや、めちゃめちゃキャンプ嫌いですか。ここだ。ごと行く人だ。何個いいし。何これ、自分でガシャンって開けるタイプですね、俺は。あー、そっちだ。そんなに、そんなに、あ、しかもこれ、あー、ダメだ、これ映しちゃいけないやつだ、これ。今モザイクっす。あ、入った。これで、あってなず。で、俺分かったよ。すげえ、これ超楽だわ。肉ってどうしたっけな。それでみじん切りになるんですか。肉って多分なったよ。そんな力入れ、震えるぐらい力入れないと開かないわけなくない？ちょっと荒いけど。あ、すごっ。楽、めちゃめちゃ楽。でも玉ねぎはもう普通に包丁でやっちゃった方が早くないですか？うるせえな、あいつ。コロナ禍の分もうるせえっすよ、皆さん。なんか文句しか言わないです。あいつはでも基本文句しか言わないんで。そうか。いえ、ここのメンバー基本的に文句しか言わないでしょ。そんなことないよ。あ、でも肉入れちゃうか。肉入れちゃうんで。もう肉入れちゃう。入れちゃいますか。おお。トマト好きだったと思う。いや、言わないでください。使えないですから。目が痛い。焼く？焼くよね。だって焼かないとじゃない？肉なんざ。肉なんざ。塩コショウしよっか。キモ。キモ。何？高さがやっぱ重要だから、肉は。
さすがっすね、やっぱ手さばきが。山田くんも二宮くんも全然できるわけじゃないでしょ、さすがに。もうできない感じではないっすよ。ちょいちょいキモいだけっす。玉ねぎ入れんの？ハンバーグか。やばいってマジで。できてますね。これで多分肉入れてさらにやって、いやもうもうすでに忘れてますね。出汁を取らないと、いわば出汁ですって言ってたじゃないですか、僕キャンプ動画で。僕何回も見返してるんですから、あの動画好きで、好きで本当に、あの好きで。あーやってたね。これはもういなくなっていいやつでしょ。そうっす。うん、あー思い出した。ひき肉入れます。まあ、ひき肉もちょっと遅いですけどね、タイミングとしては。え、そうだっけ。最初にやっぱ出汁みたいな感じで、その油で野菜を炒めないと。じゃあもうさ、これ変な話、肉いく系じゃない、いかないとじゃない。料理じゃない何かをしてるみたいですでもめっちゃ便利だね。いや、玉ねぎ入れた餃子がどんなもんか気になるよね。いや、それどうなんすかね。まあでもハンバーグだよね。まあハンバーグっすね、ハンバーグ。ありがとうございます。あ、いけますか。じゃあ水いっちゃう。え、待って焦げがついてるよ、ちょっと。え、片栗粉入れました。入れてない。入れなきゃダメですよ。入れたいの。なんで入れたい派だ。水溶き、入れたい派とかじゃないですよ、基本は。おー、いいね、いいね。それそれ、餃子って。